はい、それではリーグ戦第2節やっていきます。今回は FC 東京戦ですね。日程進行、試合進む。あ、今回もアウェイと。で、ちょっと前回4-4になったんですけど、今回、個人的にやりやすい4-3-3でやっていきたいと思います。ちょっと本物のグランパスの攻め方とはだいぶ、攻め方フォーメーションとはちょっと違うなって感じなんですけど、ちょっと自分のやりやすいやつでやっていこうかなと。で、クロス警戒。中谷が絶不調なんで、千葉ですね、ここは。千葉が今シーズン初スタメン。で、杉森が調子いいけど、どうしよう。金井に変えて吉田豊。宮原、千葉、丸山、吉田で。ネット変えよう。ネット今、怪我だ。で、前田を右で使って、これでいいんじゃないか？マテウスはどこ行った？マテウス使いたいけど、前田が調子いいから。いや、前田とシャビエルを変えて、前田のところにマテウス入れて。これでいいでしょう。青木は怪我してる。よし。これでいいでしょう。コーナーキッカーはシャビエルで、千葉に攻撃参加。よし、これでいきましょう。4-3-3。さあ、ユニフォームはこっちがアウェイなんで、白赤ですね。白赤でいきましょう。これ、ジュビロ戦で6対1で勝った時の、結構縁起のいいユニフォームなんですよ。さあ、FC 東京といえば、そう、去年の夏に丸山が来て、今年の冬？ 2019 年、シーズン末に、シーズン後に米本が来てって感じで、この時間はあと、イースの日もそうか、昔の。こちらの一戦をお楽しみいただきます。結構、縁がありますね。スタジアムを埋めたサポーターたちが大きな声援を送っで、ています。うちから行った選手としては、天候については現在あ、こちら現長地は晴れています。今日は工い。まあ、場実質天長候のいデーゲームとなります。と、丸このゲ山、ームの解説はおなじみ米元本日の本トレー代ドっ表ていミう、ドフィルダまあ、ー北グランパス澤剛的さんでに、す。どうぞよろしくお願いいたします。グランよろパしスくおの願方がいいたし美味します。いトレードだった。さあ、今ファーストハーフ試合キックやっオフです。ていきましょう。東京対名古屋、今日4-4-2のシステムで来ているんですが、北澤さん、このサさあ、イド前バッ節、ジョーク、がこれ重2得要点な役で割結を構いいスタートだっこれは持ちたんますで、か。やそうばいですやばね、い、バッ今回クもにどこまで高い位置を取れるかということになりますよね。そうなってくると勝っサイドていバッきクたいところでは、連携なんならジョーの得点が欲しい。ですね。オッケー。一番警戒しなければならない、逆にこのシステムの弱みということはどういうところでしょう。そうですさあ、ね、どうシャしてビエもルゾーにンが出渡っることになるので、はい、サイドバックが出てくおるサイドいですすみね。ます。そのゾーンがうまく埋められないと失点をしてしまうというケースもいやー、出てきま取らない。すね。はい、ボールの失いどころ、これは非常に気をつけなければならない。そうですね。そこのトラジッション以降のところでミスが出ると難しくなりますよね。さあ、千葉。名古屋、開幕戦で勝利を収め、好スタートを切っています。吉田が運んで、さあマテウスに出そう。マテウス、うまいですね。お、いいね。抜けてくお、中入れちゃおう。上げる、成功の位置、いけ、きたー、ゴール。超今シーズン3点目。いやー、これはでかい。いやー、今のシュートにつなげるファーストタッチ、絶妙でしたよね。まあ、ボールをてか、エフトって去年ダブル食らってるから、そう、アジスタで負けて、あとどこだ、トヨタで負けて、
いや勝ちたいな、せめてゲームの中では勝ちたい。そう、しかもグランパス戦に限ってあの永井が活躍するんだよね。あのセレブレーションは本当にうざかった。今日先制はこの早い時間でした。いや、主導権を握る上で非常にいい時間帯に先制できましたよね。立ち上がりのゲームを作る上できっかけになる大きなゴールと言いますよね。でもこの前、素晴らしいですね、あの宮原と永井が一緒にカウンターを仕掛けていきます。合同自主キャンプしててびっくり。もっといいボールでしょ。永井に怪我されたからいいでしょ。そんなそこの組み合わせはないと思ってたけど、野津田、宮原、永井あたりが一緒に沖縄でトレーニングしてて、あ、永井ここと仲いいんだって感じだった。自分たちのペースで試合を進めてますからね。足元大事にいきます。やば、最悪、これ。さあ、カウンタースピードを上げたいところ。ボール入りましたよ。うわ、いいボールでしょ。仕掛けるタイミングを図る。裏のスペースを狙う。素晴らしい連携。クロス低い。大丈夫大丈夫。あっ、ボールを追いかける。あべえ。なんか丸山にこんなに上がらせちゃってる。サイド変えよう。宮原。泉。今のファール、おかしいでしょ。まあ勝ってるからいいや。失礼。チャンヒョンス。個人的にマテウスがどんな使い方をされるか疑問ですね。平川、前回の試合では終了間際カウンターからゴール前、スーパーサブ的な感じかなって思ってるけど、そうすればもうやっぱ前の左で使うんかな。小川、さあカウンターのチャンスになります。さあ左へ預けてスルーパスを出す。最悪、やばいやばい。どうする、詰めろ。オッケー。うわ、取らないですね。はあ。大森。よし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 。伊藤。この辺は人に対して厳しく言ってますよね。カット。来ましたよ。中井のクロス。いけ。やったー。またジョー。やば、ジョーしか取ってない。いや、これてか全然30点いくな、これ。今のゴールシーン中盤で奪ってからの攻撃、なんならこれもう、いや、チーム全体で非常にうまく攻めてますよね。どんなもんだろう、34試合するから、になるような見事なカウンタータックですよね。今のところ年68点ペース。今日2戦目です。いや、他の選手も取りたいぞ。さらに1点を追加し2対0としています。名古屋としてはここからさらに自分たちのサッカーがしやすくなりますよね。2点リードは精神的に大きいですからね。ゲームの主導権を握る上でも状況としては非常にいいですよね。さあ、シュートレンジだ。これ仕掛けるか。来た、シュート。やばー、来た、追加点。またジョー。ジョーハット、この短時間で追加点。はや、いや、開幕から爆発しすぎでしょ。マジか。美しいパスワークからのゴールでした。やべえ。選手同士でこうメッセージのやり取りというかね、誰がフィニッシュをするのか、そのあたりにどうやってつないでいくのか、やば、この辺のプロセスを共有してるからこそ、やっぱ単にポジション的な問題なんかな。しいです、ね、真ん中に杉森を置けば杉森も同じ活躍できる。ハットトリックということになります。やば、まだ開始34分。現在3対0と相手を多く突き放すリードをしています。いや、東京相手にこんだけ勝てるのが嬉しい。もちろん流れもありますけども、やばい、取られた裏。全体が流動的で選手間の一卒が取れてるなと思いますね。よし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 。最悪最悪。足元のクロス。ナイスアンジラック。しっかりと抑えました。泉。マ
テウス。いいね、吉田が回ってくれると。ここで狙っていきます。いけ、ジョーが入ってる。いい形じゃないですか。来た、来た。東、くそ、大森、林、大きく前線へ。さあ左サイドへ。いや、ゲーム内では吉田がめっちゃいいな。あ、やばい、よし、あ、最悪、よし、スルーパスを出す。仕掛けるか。いけ、中、中央へ、シュート。このボールはちょっと勢いが足りませんでした。あと伊藤もちょっと焦っちゃいましたかね。どんぐらい疲れるんだろう、ベンチには入るんかな。ベンチにはボールの置き所が悪かったようにも見えますけどもね。パリパク前提だったら結構ガンガン使ってほしいけど。惜しい。いや、素晴らしい、素晴らしい。もう少しでゴールというシーンでした。いや、いきなり 3-0。 大きくリードして前半を終えています。しっかり守りながら攻撃してましたよね。そうですね、3点はね、はい、数字以上に大きいと思います。てか、このフォーメーション攻めやすいな。波乱の前半、誰が予想できたでしょうか。しかし、いや、上でタメが作れるから、サイドにボールを振りやすくて、サイドのシャビエル・マテウスってめちゃめちゃボールが持てる。名古屋、前半で3対0と大きくリードし、後半を迎えます。では後半見ていきましょう。ファールないの。高萩、ゆるいボール、よしよし、後ろでいい。あー、最悪最悪。リンス、ここで前を向けるか。右サイドへ振って、うまいですね。さあ、右へ預けて、おっと、おっと、こぼれてる。よしよし、マイボーでしょ。あ、出てない、油断した、出たと思った。あー、クロスはディフレクション、あぶねー。よし、集中集中、ショートですね。バーサイドへのボール、ナイス。ガブリエ、一旦上がりまと。よし、あー、最悪、サイドチェンジがうまくいかなかった。おさまったフリーだ、裏へのスルーパス、ナイス、もう一回、助かった。オッケー、いけ、カウンター、カウンター。マテウス、本日アシストを2つ記録しています。左サイド上がっていく、マテウス、いいね、めちゃめちゃ持っていけるね。シンプルに上げちゃい。いや、ジョーも強い。ジョー、先ほどから厳しい予選にあっています。そうですね、今日はシュートも打ってますし、ハットトリックもありましたからね。いやー、きつい。東京、ここクリアで難を逃れます。リズム、こぼれてルーズボール、カット、いいとこ入りますよ。よし、中、いけ、マネタッゴー、よくカバーしましたよ。いけ、吉田豊か、あー、まずい、まずい、よし、取れ。さあ、左へ預けて、さあ、繋がるか、と、これは繋がる。ナイス、三原、よし、ここは飛ばしていいでしょう。キーパーからのロングフィード、だから、ジョーがほんと強い。柔らかいボール、いけるか、いけ、抜けてくる、打って、きたー、シャビエール、ガブリエル、シャビエル、ガブリエル、シャビエル、ガブリエル、ガブリエル、ガブリエル、シャビエル、ナイスシュー、やば、4-0 か。形ですけども、狙ってなかなかできないですからね。見事ですね。このゲームの主導権を完全に抑えています。足元、ファールファールファール。いや、こんだけ点差ついてるから、もう試合に出したい選手を出そうかな。ということで
お疲れ、ジョー。ジョーに変えて、いやでも他が疲れてるか。ジョーに変えて杉森行きたいな。泉に変えて児玉で、あとはちょっと一旦保留で、次疲れたところらへんに前田か串引きあたりを入れようかな。名古屋メンバーチェンジです。よし、さあ頑張れ杉森と児玉。お杉森コーチ、俺らの心を踊らせる操作、お前は名古屋の宝。うい、よし、吉田からの真ん中入れるか。相手に近すぎると裏に走られた時追いつけないという認識でどうでしょう、いいんでしょうか。そうなんですよね、スピードのある選手に、あ、最悪、それはあかん。決定的なピンチになりかねないですからね。オッケー、気をつけなければいけないのがラインが下がりすぎてしまうと中盤とディフェンスとの間にスペースができてしまうんですよね、はい、そこを使われないように中盤の選手がカバーすることが大事になってきますよね。俯瞰して物を見るという、これまた特殊な能力に変わりますね。そうでしょうね。もうこれいいでしょ、素晴らしいパス。いや、いい感じ、いい感じ、切り込めてるね。さあ杉森、ここまで来たら杉森のゴールが見たい。いけ、これは直接キーパーへ取られた。大森、名古屋堅いディフェンス、吉田。いや、吉田が本当に使いやすいって言おうとしたところで、でも本当に使いやすい。この位置でボールを受けます。OK、 カウンターを仕掛けます。うまい、行け、もうまだ薄いっちゃい。自分で行く、キーパー。いや、今の杉森が超うまい。こっからのこれ、いや、めっちゃいい。名古屋コーナーキック2本目。さあコーナー、あ、永井さんが入ってきたね。入った、誰誰、マテウスだ。今日は止まりません。やば、マテウスゴール、5-0 か。で、まだ全員ブラジル人だね。去年もこんな感じだったけど、日本人ゴールが ずっとないって感じで。オッケー、よし、杉森前から追っていけ。いいんじゃないこれ、いいんじゃない、いけ、きたー、杉森ゴール。いや、これは嬉しい。さらに突き放します。お杉森コーチ、俺らの心踊らせる操作、お前は名古屋の宝。ちょっと焦ってしまうところなんですけどね。お杉森コーチ、俺らの心踊らせる操作、お前は名古屋の宝。はい、おい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 、オッケー、立て続けですからね。そう、杉森出た時は前から追うこと結構頑張ってるもんね。森重、いやー、ナイス、本当に嬉しい。右サイドへ振って、大森、吉田。もう88分か。もうあとはクリーンシート、クリーンシート。いない、ここ来た来た、惜しい、惜しい。今パス出したの超いいね。誰、児玉、やば、惜しい。名古屋としてはさあもう1点あるよ、これ。1点あるかもしれませんよね。なかった、やったー、6-0。ジョー・ハット、シャビエル、マテウス、杉森、
重な勝ち点3を得ました。いや嬉しい。さあ北さん、もうこれ得失点差で1位上がってきたんじゃない？何かございますか？名古屋としては攻撃的で非常に迫力がありましたね。素晴らしいシュートシーンも見れましたし、ね、いや最高。そうですね、ありがとうございます。相手シュート枠内がシュートがゼロか。さあお別れの時間が迫ってまいりました。解説は北澤剛さんにお願いいたしました。札幌ベガルタ0-0。あ、鹿島が開幕2連敗でガンバ勝って、川崎も開幕2連続引き分け。お、早速首位。いいね。名古屋、ガンバ、湘南。去年も湘南始め高かったな。で、広島、清水あたりも高かったな。で、広島ずっと高かったもんね、そっから。開幕3戦終わりぐらいまで名古屋もその辺にいたのに。おー、で、次、川崎戦か。ゴールランキング見てみよう。ジョー、あ、でもファンビジョンも開幕2戦で3ゴールしてんのか。で、湘南の山崎亮吾も2点か。いや、面白い。それではご視聴ありがとうございました。次節、次第3節川崎フロンターレ戦でお会いしましょう。ありがとうございました。